どうも皆さんこんにちは、ノーワンです。ということで今日はですね、スクワットモードで遊びながらちょっとシーズン6の情報がね、公式のツイッターに結構いろいろ出てたみたいなんで、それのまとめを皆様にお届けできたらなと思いながら、スクワットで華麗に優勝していきたいと思います。野良くんの皆さんも対戦よろしくお願いします。あー危ない。ということでですね、シーズン6のテーマが先ほどというか、まあ数日前に発表されました。テーマはですね、パーティースペキュタキュラーという感じの、豪華絢爛なパーティーへようこそみたいな感じのテーマになっております。あ、いいねいいね。野良くんも無事3位で入賞と。いや、1位めちゃくちゃ早い人ばっかりだな。まあいけるっしょ。はい、第2試合目ブロッパーやっていきたいと思います。そしてですね、シーズン6が来るに伴ってですね、なんかエピックアカウントというのが新しく追加されまして、エピックアカウントに登録することでクロスプラットフォーム間のデータ移動ができるようになるらしいですね。まあだから PC の人は PS だから PS5 とか PS4 とかで遊ぶときに同じデータを共有して遊べるって感じですね。まあ PS 勢が PC で遊ぶときもしかりということで、それによりね、PC の人のカスタムネームが追加されるらしいね。今ね、俺の PC の名前見てくれたら分かるんやけど、このグルービーグリーンクラウンって書いてると思うけど、これがね、自動生成された、ランダムで自動生成された3文字の英単語の名前になってるんですよね、勝手に。で、これがなくなったことにより、まあ自分の名前がつけれるって感じ。これで自分の名前がいただけるようになったということなんですよ。だから俺の名前はおそらくクリストファー・ノーランになるかなと思うんですけど、そしてですね、シーズン 6.5、 シーズン6じゃないんですけど、今後シーズン6では来ないけど、シーズン6中の中間アップデートで皆さんお待ちかね、クロスパーティーが追加されるらしいですね。だから PC の人と PS の人が一緒にパーティーで入れる、遊べるっていう、俺たちが一番欲しいやつやね。てかやばくないこれ。あ、てか負けたんですけど、大佐ありがとうございました、気づけばはい、ということでスクワットショーはやめましたスクワットデュオにしました。2人1組のコースでやっていきたいなと思います。対戦よろしくお願いしますと。ということで、まあエピックアカウントが追加されていろいろ便利になりますよという話で終わったんですけど、その次はですね、シーズン6の新スキンが結構ね、いろいろ紹介されてまして、こんな感じです。ぴょん、めちゃくちゃね、かわいい、なんかパンチングマシーン、なんかね、これがね、ギミックであるやつやねんけど、パンチングマシーンのスキンが出たりとか、まあ、あの、アザラシ、アシカ？ちょっとわかんないけど、なんかそんな感じの哺乳類らしき何かのスキンを身にまとったガイズくんも来るらしくて、ちょっと楽しみやね。あの、アシカのやつかわいいね。ちょ、アシカかわかんないけど、ちょっと間違えてたら申し訳ないんですけど、その辺の動物園にいるみたいな感じ、動物園じゃない、海水浴場にいるみたいな感じの動物が、可愛いなと思います。対戦よろしくお願いしますとそんな感じで、あと次は新コースについてお話したいと思います。さてさて、うちのパーティーメンバーは、あ、ナイス、いいね、俺たち2位だぞ、みんな、これはいけるのでーわ。はい、俺が一番嫌いと言っても過言ではないこのコース来ました。3位の皆様です、よろしくお願いしますと。ということで、まあ新コースのお話したいんですけど、まあ全部、やばい、ちょっと待って、うちのチームメイト死んじゃった。新コース全部出たわけじゃないんですけど、二つ紹介されてまして、これちょっとまあ、一応耐えてみるか。一応耐えればいけるかもしれない。全部のうちの二つ紹介されてまして、一つこんな感じで、まあなんかシーソーと回転を組み合わせたみたいな感じで、結構難しそうな、結構ロングコースが来ていますね。非常にいぶかしいというか、怖いというか。はい、負けました。はい、ということで気を取り直しまして、新しい新コースのうちの二つ目。こんな感じで、なんか空中ブランコ、なんかサーカスにあるような、なんか空中ブランコを、まあ、掴みで、まあ、なんか、どんどん行きましょう、みたいな、前に前に、みたいな感じのコースなんですけど、俺もこのコース見た瞬間にね、もう頭によぎったカスタムで、俺たちが、もうなんかみんなが掴みすぎて、この空中ブランコ。全然、なんか押されて俺が、全然掴めないやーってブチ切れてる絵が、もう想像できた。いや、まあいいんですけどね。まあなんか楽しそうではあるんですけど、非常に怖いですね、という新コースが来てしまいましたと。さてと、うちのクラスメイトは、あ、いいねいいね、いい感じだね。よしよし、ナイスギルメン。いいね、3位俺たち。いけるんじゃないか？3位の皆さん、対戦よろしくお願いしますと。で、まあ新コース2つとエピックアカウントができますよとかね、まあそんな感じの、まあ新スキーもいろいろ来ますよとか、危ないとかいう話したんですけど、まあ一応公式のフォールガイズで出てるツイッターの情報はこんな感じになるんですけど、今後もまたね、シーズン6始まるまでにいろいろ、まあこんな機能も追加されますよとか、こんなこともありますよみたいな、あんなことやこんなことありますよみたいな、まあ情報がどんどん出てくると思うので、またね、情報結構出たらまとめてまた動画にしたいなと思うので、よかったら続きを見ていただけると助かります。ということでね、23日かな、
今月の23日、もうだからあと5日後ぐらいかな、ちょっとわかんないんやけど、火曜日の深夜2時に、このゲームの、やばい、ちょっと死んじゃったな、うちのギルメン。うちのギルメン死んじゃったけど、これは多分まあ大丈夫っしょ。まあ23日火曜日の深夜に、何やらね、シーズン6に関する重大な情報が、まあ公開される、まあストリームというか生配信があるので、それをね、皆様と一緒に見る生配信枠、俺のチャンネルで撮ろうと思うので、よかったら遊びに来てくれたらいいけど、リリリーパー、通称リリリやっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ということでね、23日の深夜2時にそういう生放送が行われるみたいなんで、みんなで見る枠すると思うので、まあおそらく2時からは始まない、まあ12時ぐらい、23日の夜中の12時ぐらいから、その生配信の枠取ってみんな2時まで起きてて、一緒に生放送公式で見ようという枠を取りたいと思うので、皆さんよかったら来ていただけると非常に嬉しみの極みと言いますか。よろしくお願いします。もしお暇であれば。いや、ちょ、平日の夜中の2時やから、まあ結構難しい人いるかもしんないけど、まあよかったら暇やったら遊びに来てくださいということで、対戦よろしくお願いします、皆さん。ここ。うちのギルメンまだいる？お前は行かせない！あ、くそ！まあまあまあ、サインよ。うちのギルメンは？ギルメン、え？ギルメン早っ！今のギルメンか、俺の。さすが1位じゃないですか、僕たち。さあさあ、ということで、止まるな危険、ファイナルラウンドやっていきたいと思います。うちのギルメンとこれは心を通わせることが勝利への秘訣だと思うので頑張っていきたいんですが、隣やね、なるべくこの子と行き先が被らないようにしたいから、君が左に行くなら僕は右に、君が上に行くなら僕は下に行こう、そういうパターンで、ああなるほどね、下に降りてくれてるパターンと。これは切りたいけど、あーこっち来ちゃうか、おら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 死ぬほど掴んでやったわ。ここんー、これこっちからも来てるからな。さてと。うちのギルメンはそこにいると。ならばとてよ。これは、ちょっと迷っちゃった、今。今、迷ってしまいました、私、非常に。ありがとう。なら、渡しちゃって、こっち。なんかね、一緒にね、気の使い合いみたいになったらね、ちょっとまずいので、なるべく、ガン逃げできるような。What？ なるほど。ちょっと神経をすり減らしすぎているような俺は。ここ。で、こっちは欲しいが、猿ちょっとやめて。うわ、猿、びっくりした。一番下まで。やばい、うちのギルメンが、嘘って言わない？でもこっち黄色いただこうか、全部じゃあ。ここ。これちょっと待って。これさ、左まだ繋がってたから、こっち先消しちゃって、オッケー。降りてる。いや、これ厳しい。ごめんよ、ギルメー。4人1組のスクワットで負け、2人1組のデュオで負け、俺に残されるのはもうソロしかない。ソロしかないんだ、俺には。勝っていきます。よろしくお願いします。2、4、6人か。6人ということなので、対戦よろしくお願いします。ありがとう。こっち、俺はもうこっちを信じるしかない。ありがとう。じゃあ頼むよ、マジで。マジで頼むわ。これはね、一応奥見といた方がマジでいいよ。マジで頼む。奇跡が舞い降りて、ゆく俺死に。対戦ありがとうございました。ということでね、シーズン6の情報を見る枠、23日の夜からやると思うんで、よかったら遊びに来てください。また明日、バイバイ。